おはようございます。元バンディット 400V です。2020年8月15日土曜日8時47分です。今回も張り切って元ブログやっていきましょう。いやー暑いね。先週も暑かったんですけども、引き続き暑い日が続いてます。ただ湿気がかなり低いんで、走ってる時の涼しさっていうんですかね、随分気持ちいいですね、先週に比べると。ただ暑い。アイコランドカラー工事の散水車ライコランドずっと工事してるね。ドンキホーテメガドンキ工事してるよ。京安の電動工事してるね。何をしてるんだ積立は。はい、からの横浜アリーナウェイ。今週の火曜日、また献血に行ってきました。前回の献血から、約2週間の、相変わらず、献血は12月までできないので、成分献血で、今回は、血小板の成分献血に行ってきました。場所は横浜駅の西口、ベイシェラトンの隣の、横浜ファーストビルっていうところの14階にある献血ルーム。前回の決勝の成分献血は70分ぐらい時間かかったんですけども、今回は55分で終わりました。理由はよくわからないです。で、この献血ルームは他の横浜駅の近くに全部で3つの、献血ルームありまして、東口に1箇所で、崎陽軒の本店の隣のビルですね。あとは西口に2つあって、1つが鶴屋町っていうのかなの、ビルの1階にあるやつと、今回3箇所ですね。で、一応これで3箇所全部、行ってきました。で、他の2箇所は必ず何か1個もらえるんですね、プレゼントが。なんか3種類か4種類ぐらいから選べるんですけども、今回行ったところはそれがないところです。平日午前中に予約で行った時にもらえるドーナツはもらえるんですけども、そういう意味で言うと 無条件じゃなくてある条件でもらえるんですが、それじゃないやつが、ないと。で、代わりにハーゲンダッツのアイスクリームを献血し終わった後に1個くれると。あとはちょっとしたお菓子が持ち帰りはできないんですけども、食べ放題って
お菓子なんでそんな大した量食べれるとは思えないんですけども、まあ、そういうのがそういうサービスがあって、この無条件でなんかプレゼントはやってませんよっていうところでしたね。9時半から、行きましたけども、まあ、スムーズにできたんですが、ちょっとだけ気になるのは、採血、本採血ですね、本採血するときに、まあ、消毒するんですけども、あの茶色い消毒液を塗るなんかスティック状の、綿棒みたいなやつ、なんかそれをね採血する係の人がじっと眺めてるんだよね。結構その長い時間眺めてて、あれこの人なんかやり方っていうか初めての人かなと思ったんだけども、まあ別になんかその後の、様子見ると、まあ、テキパキやってたんで、ちょっとなんかね心配になりましたね。そういう動きを見て、はい。で、あとは、先週お話しした話とかぶっちゃうんですけども、横浜 DeNA ベイスターズの観戦チケット、先週の土曜日に、抽選結果発表しますって言ったと思うんですけども、当たりまして、今週の金曜日、昨日ですね、昨日は横浜スタジアムで2回目、試合観戦してきました。で、昨日も、ベイスターズ勝ってくれました。ただね、昨日の試合は珍しく、デッドボールが多かったですね。多分ね、4つか5つぐらいあったのかな。なかなか珍しい試合かな。ただ別にそれで乱闘騒ぎとかっていう感じじゃないんですよね。危険球っていうような感じの、頭部に行くようなやつじゃなくて、腕とか足とかですね、まあ、そういうところに、がっつり当たるよりはちょっとかすったっていう感じの当たり方が多かったんですけども、まあ珍しく良かったですね。で、まあ、時間は9時20分ぐらいまでやったのかな。まあ、そういう意味で言うとめちゃくちゃ長いわけじゃないですけども、平均よりはちょっとかかったのかな。で、ちょっと別撮りするかあれなんですけども、せっかくなんで、フェイスタオルと、レプリカのユニフォームを昨日、買いました。その2つで1万700円結構しますね。レプリカのユニフォームはやっぱ高いですよね。税抜き8700円。で、まあ、タオルは買おうかなと思ってたんですけども、ついついユニフォームを買っちゃいました。まあ、せっかくファンクラブも入ってるし、で、会費もですね、一部、4300円戻ってくるんで、まあ、それもあって買っちゃいました。で、また、8月25日以降の、試合のチケットが今抽選申し込み中かな。ちょっとじいつまで申し込めるか覚えてないんですけども、申し込みました。で、それの発表が、確か来週の火曜日8月18日の15時に、抽選結果の発表があります。なんか、今回3回抽選の申し込みして、そのうち2試合当たったんで、運がいいのか、それとももともと倍率が低いっていうか、なんかよくわかんないんですけども、次回、また当たればいいなと
思ってます。はい、今回の元ブログはこの辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。